J.A. 五本所外観萌え米とは、パッケージに萌えや美少女イラストを取り入れた米の販売形態の一種である。著名なものとしては、秋田県の白市の個人企業、バンズコープ、秋田県小勝郡宇ご町の宇ご農業、共同組合から発売されている、秋田小町があり、パッケージには、和風の美少女が描かれている。また、2006年には萌え実りが、 稲の栽培品種水筒農林416号として登録され、2009年に発売されたカズノの萌実りはパッケージにイメージキャラクターの実の林が描かれている。萌え米,米は JA が米の需要拡大を模索していた中でパッケージに当時大衆化しつつあったサブカルチャーの美少女キャラクターを起用しアニメや出版業界とタイアップして 全国的な著名性を獲得することとなった。米の通常の販路だけではなく、漫画やアニメ、ゲームなどを扱う店で販売されることもある。日本だけでなく台湾の平東県、東港町でも、東津萌え米母姫という萌え米プロジェクトが展開された。秋田県産の秋田小町の精米、玄米の放送に、西又葵による、 死長さ姿の美少女イラストをあしらっている。JA ウゴの本所、営農販売課での販売のほか、インターネット通販を行っている。ウゴ町を出身で、東京の出版社に勤める男性が仕掛け人となり、2008年9月22日の発売開始から同年10月末までに、県外の若者男性を中心に2500件、30トンの売り上げがあった。 ウゴ町では2007年から商店街の祭事で美少女イラストコンテストを開催したりポップが商工会マスコットや観光マップを手掛けるなど美少女イラストを活用した地域おこしに取り組んでいる。ありがとうございます。